あ、こうですね。そうそうそう。はい。それで、もう一回叩くと、うん。あ、ちょっと鳴ったね。カチンって。もう一回いきますよ。あ、ちょっと鳴ったかな。あ、違うとこ叩いてる。あ、回数限定なんですね、数回。そう、カチンって音が鳴りますね。うん、でちょっと分かりやすいように、これ使ってもいいですかね。よいしょ、うん、こっち。ハンマー。ハンマー。うん、ハンマー叩いたらもっと分かりやすいんで。はい。はい、軽く叩くと。はい、ああ終わりました。ここをこう、はい、ピンに当てずにここを思いっきり受けるか。小手ですね。いきますよ。手をもう回ってるとこ。はい。はい。回ってます。いきまーす。あ。あ。おー。今回もう5年ぐらいで肝硬変なんですよ、ね、はい、で瓶の、空気の抜き方、真空の仕方、いろいろあります、うん、まず1つ目、これワインを、開封した後に長持ちさせるのに、うん、使う道具ですね、空気抜き、ね、この空気を抜くと、いや、ワインは酸化して、そうですね、酸化防止、味が落ちちゃうもんね、そうですね、のために酸化防止のために空気を抜く、うん、日本酒やんないよね、やらないですね、日本酒も酸化しちゃいますね、そうかな、かなするだろうけど ね、 ねでも日本酒も酸化防止剤入れてる、安いやつ入れてますよね、なるほど、で抜きます、うん、一生懸命こうプッシュしてると、うん、押したり引いたり押したり引いたりするとどんどん空気が抜けていく、ちょっと気泡が出てる、あー、わっ、細かい泡が出てきた、これ水の中に溶けてる空気ですね、うん、あ、じゃあ最後ね、ゆきちゃんパワーをガーってパワーフルフル人間シンクポンプ、はい、だいぶ抜けたかな、だいぶ抜けたと思いますよ、よいしょ、
行動を持つからね、この手で痛くないって。あ、全然大丈夫ですね。だからこう持って、はい、はい、これでしょ。で、まあ思いっきり角かどうかね、はい、頭突きでいけるかな。瓶割り、頭突き割り、いきます。成功。行きましたね先生、うん、やっとひびが入ってね、うん、あ、ひび入ってきた。ガンガンガンで、いや、いけるもんですね先生。これ一生瓶続きで割った人って今までいました？いや、知らないな。もしかしたら世界初かもしれないですよね。世界初大好きだね。よし。